これは夜空に輝く守護星から生まれた星の子たちの物語。魔法のルミティアステッキを使って今日はどんな素敵なことが起きるのでしょうか。ペテルたちは黒い星の子がいるという黒く輝くお星様にやってきました。そこには星の扉がありました。あれれ、鍵がかかってる。やっほー。ねえ、もう帰ろうよ。見て見て、鍵を見つけたよ。私もこんなに。ペテルは鍵を一つずつ試してみました。ところがどれを使っても扉は開きません。ねえ、やっぱり帰ろうよ。し、何か聞こえる。私は一人でいいの。黒い星の子だ。ペテルは気づきました。黒い星の子が心を開かない限り、星の扉の鍵も開かないのです。私たち、あなたに会いに来たの。怖くないから、一緒に遊ぼう。星の扉よ、開け。ルミナリーティアーズ。集めた鍵に星の雫が降り注ぎ、キラキラと光るルミティアキーが生まれたのです。わー。扉が開くと、あなたは誰？私の名前はノアティア。